デイリーシティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ郡の都市で、ある。サンフランシスコ半島の中ほどに位置し、すぐ北に、サンフランシスコ市がある。2000年国勢調査による人口は10万3621人だったが、2010年では10万1123人と2.4%減少した。事業家で、町の土地所有者、ジョン・デイリーにちなんで、 町の名前が決められた。考古学的調査では、サンフランシスコ米エリアには、紀元前3000年にはすでに人類が住んでいた。遅くとも、西暦6世紀には、オローニ族インディアンが、北カリフォルニアに入っていた。その領土は16世紀初期以降スペインが領有を宣言してきていたが、ヨーロッパ人との接触は、ほとんどなかった。1769年、 スペイン人、ガスパール・デ・ポルトラが率いた探検隊がアルタカリフォルニアを植民地化するためにこの地域を訪れ、サンフランシスコ湾の存在を知った。その7年後の1776年、フアン・バウティスタ・デ・アンサが率いた遠征隊がこの地をサンフランシスコトリデの地に選定し、それから間もなくホセ・ホアキン・モラガがトリデを築いた。その年の後半に、 フランシスコ海伝道士フランシスコ・パローがフランシスコ・デアシス伝道所を建設した。この拠点を作るために伝道士たちは伝道所から南16マイルの土地を穀物を栽培し牛や羊のための飼料をまかなうための領地と宣言した。1778年伝道士たちと兵士でサンフランシスコからカリフォルニアの他の地域に向かう道路に目印を立てた。 伝道書の丘の上に立った、伝道師たちは、サンブルーの山と、海岸側の丘の狭間に、ラポルテスエラという名前をつけた。ラポルテスエラが後にデイリーズヒルと呼ばれ、デイリーシティの中心となり、現在は、トップオブザヒルと呼ばれている。フランシスコ・デアシス伝道書スペインが支配する間、サンブルーの山と太平洋の間の地域は、人が住んでいなかった。 メキシコがスペインからの独立を果たすと、メキシコ人貴族が土地の特許を認められて大きなランチョを設立した。そのうちの3つが現在のデイリーシティとコルマ町のある地域をカバーしていた。1835年にホセ・サンチェスに与えられたランチョブリブリは広さ14,639エーカーあり、現在のコルマとバーリンゲーム、サンブルーの サウス・サンフランシスコ及びミルブレーの各市にまたがっていた。広さ2219エーカーのランチョラグナデラ・メルセドはメルセド湖の周辺地域にあった。三つ目のランチョであるランチョカナダデグアダルーペラ・ビシタシオン・イロデオ・ビエホはディリーシティとコルマの部分にまたがりサンフランシスコ市のビジタシオン・バレーからサウス・サンフランシスコまで伸びる。 面積5473エーカーの地域だった。米牧戦争が終わり、カリフォルニアがアメリカ合衆国に割上された後、ランチョラグナデラ・メルセドの所有者が、サンブルーの山とメルセドこの間の地の所有権を主張しようとした。1853年のアメリカ合衆国政府による測量で問題となっている地域は事実上政府の資産であり、 民間人が取得できると宣言した。この時開拓者のランドラッシュが短期間起こり、主にアイルランド人が現在のウェストレーク、セラモンテの各地区及びコルマとパシフィカ市になっている地域に牧場を設立した。その後の10年間で密度の濃い霧のために穀物やジャガイモが育たないことが増加した開拓者が何軒かこの地を離れた。 残った開拓者はより利益の上がる制御として、落農と牛の飼育に切り替えた。19世紀後半、サンフランシスコの町が成長し、サンマテオ軍が創設されると、デイリーシティも徐々に成長し、サザンパシフィック鉄道沿いには、家屋や学校が出現した。デイリーシティは、サンフランシスコ住人が、軍の境を越えて、ギャンブルと喧嘩をしに来る場所になった。 南北戦争に向かう緊張感が高まると、カリフォルニア州は、奴隷制擁護派と自由と治水商者とに分裂した。この論争の中での中心人物は、アメリカ合衆国上院議員で自由と治水商者のデイビッド・シー・ブロデリックと、カリフォルニアに奴隷制を広げることに賛成していたデイビッド・エステリーだった。この二人の間の喧嘩と清掃は、決闘にまで発展し、 メルセドーコ近くで行われた決闘で、ブロデリックが致命傷を負い、3日後に死亡した。この決闘が行われた場所には、2人が立った位置に、花崗岩の柱が建てられ、カリフォルニア州の歴史史跡第19号に指定されている。サンフランシスコ地震で家をなくした被災者、テントの前で、撮影1906年4月18日、デイリーシティの海岸。 マッセルロックの近くで大地震が起こった。地震とその後の出火でサンフランシスコ市の多数の家屋が破壊され家を失った人々はジョン・デイリーが所有していた牧場など市の南の地域にあった牧場に仮の住まいを求めた。デイリーは1853年にサンフランシスコ米エリアに来て落農場で働いておりその数年後には 主人の娘と結婚してトップオブザヒル地域に広さ250エーカーの牧場を手に入れていた。長年の間にデイリーの事業は成長し政治的な力も強くなっていた。地震の後で避難民の波が押し寄せた時、デイリーなど地元の農家はミルクなど食料を提供した。デイリーはその後所有地を分割し、そのいくつかに住宅地ができていった。 この地域に避難民が家を建てるに従って、自治体としてのサービスの需要が高まった。このことは、サンフランシスコ市に併合される恐れと、サンマテオ郡の郡庁所在地が遥か南にあったので、住民が無視されている感情があったことも手伝い、自治体化の要求が生まれた。1908年の最初の自治体化の試みは、ビスタグランデ市としての編入だった。 ビスタグランデ市は太平洋からサンフランシスコ湾まで北はサンフランシスコ市と接し南はサウスサンフランシスコ市と昔のランチョブリブリに接していたこの提案は計画された市の範囲があまりに広いということで住民に拒絶されたこの提案は様々な地域の社会観の亀裂もあらわ,わにし特に墓地周辺の地域はその後の計画から除外された 1911年1月16日、自治大会委員会が、サンマテオ軍監督官にデイリーシティとしての自治、大火西岸書を提出した。この市は、サンフランシスコ市から、サンブルーの給料に沿って伸び、サンフランシスコ市とは、プライス通りとスクール通りで境とし西は、サンブルーの給料の頂点までとしていた。この時の推計人口は2900人だった。 1911年3月18日、特別住民投票が実施され、自治体化提案は132対130票という僅差で可決された。デイリーシティは1940年代まで比較的小さな社会に止まっていたが、土地開発業者ヘンリード・ドール・ジャーがウェストレークショッピングセンターなど住宅等事業の主要地区であるウェストレーク地区を作った。 1957年3月22日、デイリーシティは、再度大地震の震源となった。サンアンドレアス断層で起こった地震のこの時の震度は、マグニチュード5.3であり、ウェストレーク地区の建築物に損傷を与え、ウェストレーク断崖に沿った、修道1号線は閉鎖された。1984年10月、台湾出身のアメリカ人作家チャンナンが暗殺された。 襲ったのは中国国民党のエージェントだとされている。1972年9月11日にベエリア高速鉄道の駅が開業し、サンマテオ郡北部とサンフランシスコ市及びベエリアの他の地域とが鉄道で繋がった。この鉄道は後に南のミルブレイやサンフランシスコ国際空港まで延伸された。デイリーシティは 北緯37度41分11秒整形122度28分06秒、北緯37.68639度整形122.46833度、37.68639-122.46833に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.56平方マイルであり、すべて陸地である。 デイリーシティは、北は、サンフランシスコ市、南東は、ブリズベーン市とサウスサンフランシスコ市、南西は、パシフィカ市とコルマ町に接している。市境は、サンマテオ郡の未編入領域とも接している。国勢調査指定地域のブロードムーアを取り囲んでおり、サンブルーの山州立公園、オリンピッククラブ及びコルマの未編入領域に、接している。周辺の断層としては、 サンアンドレアス断層、ヒルサイド断層及びセラ断層がある。メルセドコは、市との関連が深い。デイリーシティ市内の地区としては、ウェストレーク、セントフランシス、セラモンテ、トップオブザヒル、ヒルサイド、クロッカー、サザンヒルズ及びベーショアがある。ウェストレークは、その著名な建築物で、名高く、最も初期の計画による大型郊外地である。ベーショアは、 市内東端にあり、以前に、米書ア市として自治体化されたが、1960年代、半ばにデイリーシティに併合された。クロッカー、サザンヒルズ及び米書アの各地区は、クロッカーアマゾンやビジタシオンバレーなど、サンフランシスコ市の隣接地区と同じ格子状街路を共有し、似たような特性がある。地域外のいくつかの地区もデイリーシティとの関係がある。 ブロードムーアは完全にディリーシティに取り囲まれた未編入領域である。コルマはデイリーシティ、サウスサンフランシスコおよびサンブルーの山に挟まれた編入済みの町である。これらの飛び地は独自の警察や消防を持っているが、指揮能のいくつかはデイリーシティと共有している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2006年の人口推計では、デイリーシティ住民の35.4%が、フィリピン人の子孫であり、北アメリカの中期母子の中で最も高い集中度になっている。このことは、死が、土地の言葉で、ピオニー首都と呼ばれていることを説明している。ベニート・エムベルガラ・ジュニアはその民族死、ピオニー首都。 ティリ,リーシティのフィリピン人国家でその歴史を詳細に説明している。カウパレスカウパレス競技場はサンフランシスコ市との試作会にまたがって立っており、毎年開催されるグランドナショナルロデオバと家畜のショーの会場である。ここではビートルズのコンサートや NHL 所属さんのゼ・シャークスと短命だったが、アイル所属のサンフランシスコスパイダーズの アイスホッケー試合など多様なイベントが開催され、また共和党全国大会も1956年と1964年の2度開かれた。センチュリー20デイリーシティはパシフィックプラザの事業と小売業開発の一部として2002年にオープンした近代的シネマコンプレックスである。サンフランシスコ市との市境にまたがっていくつかのゴルフコースがある。 オリンピッククラブは2012年の全米ゴルフ、協会主催全米オープンの会場に指定されており、以前にも4回開催された。プライベートのサンフランシスコゴルフクラブとレークメルセドカントリークラブは、デイリーシティの市内に部分あるいは全コースがある。ゴールデンゲート国定レクリエーション地域には、市内の騒音トン海品が入っている。この地域の地勢は、 サンドレアス断層のためにパラグライダーやハンググライダーに適している。ジアモナプールとジェファーソンプールは公設屋内プールであり、水泳教室、水上のレクリエーションを開催し、デイリーシティドルフィンズなど地元の水泳に関する団体が使っている。デイリーシティと隣接するコルマはサンフランシスコ住人にとってショッピングのメッカになってきた。 大量の無料駐車場とサンマテオ群は昔から州よりいくらか消費税率が小さいこととが組み合わされこのような傾向が助長された。サンフランシスコ市内では地価が高くてスペースが限られ政治面や地域社会からは反対されて運営できないような多くの郊外大型小売店がセラモンテアウェストレーク地区に店舗を開設してきた。カリフォルニア州議会では 上院の第8および下院の第12、第19選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第12選挙区に属し、クック投票同行指数では民主党プラス22となっている。2010年時点ですべて民主党議員が務めている。MH トビアス小学校市内にはいくつかの公立教育学区がある。最大のものは ジェファーソン小学校教育学区とジェファーソン高校教育学区であり、どちらも市内に本部がある。さらに米市は小学校教育学区、ブリーズベーエン教育学区、およびサウスサンフランシスコ統合教育学区がある。市内に、高校は2校あり、加えて、継続教育学校もある。私立学校も2校ある。ベエリア高速鉄道市内を通る。 高規格道路としては、修道1号線、道35号線、道82号線と、週刊高速道路280号線がある。週刊高速道路280号線は市内を2分しており、サンフランシスコ市とサンマテオ郡や、サンタクララ郡をつなぐ、幹線道路である。合衆国国勢調査局によれば、デイリーシティは、全国でも、 公共交通機関利用率の高い方に属している。公共交通はサムトランス、ベイリア高速鉄道及び数本のサンフランシスコ市営鉄道線によって提供されている。デイリーシティからサンフランシスコ中心街までは8マイル、サンフランシスコ国際空港までは9マイルしかない。どちらも自動車専用道路かベイエリア高速鉄道で行くことができる。 1980年代の計画では、米エリア高速鉄道を南に延伸することが挙げられ、第一段階として、デイリーシティまでの延伸があった。このために、サンフランシスコ国際空港線が後回しになった。デイリーシティ市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の大きな雇用主トップ10は以下の通りである。デイリーシティは次の都市と、 姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。